よろしくお願いします。帰宅基本構想中間まとめについて説明いたします。本日の説明事項は、目次の通り、1から3ページで、まず基本構想について、4から28ページで、基本構想審議会の体制、検討のプロセス、検討手法などについて、29から52ページで、資料1の基本構想中間まとめも合わせて、 文章作成の考え方や区民参画について54から56ページで今後のスケジュールなどについて説明いたします。それではまず1ページの基本構想についてです。現在の帰宅の計画の体系図です。基本構想を帰宅の計画体系の最上位に位置づけており、基本構想はいわゆる区の憲法的なものです。その下に 基本構想の実現に向け、個別目標ごとの施策を体系化した基本計画があり、10年計画を5年ごとに改定しています。さらにその下に、計画期間内に、区が取り組むべき事業を明らかにする中期計画がございます。今回の意見交換会では、帰宅の将来像である基本構想についてご意見をいただければと考えております。こちらは、 現基本構想の構成についてです。帰宅の稼いを進めるにあたって、すべての施策の基本として貫く考え方である、三つの基本理念、将来像、将来像を実現するための、四つの目標、そして、それぞれの目標を達成するための、二十五の施策などで構成しております。基本構想については、帰宅の計画体系の、最上位に位置づけ、 いわゆる区の憲法的なもの、と説明しました。基本構想の意義や役割は、区民徳が、共に達成すべき、帰宅の将来の目標を、明らかにするもの、目標を達成するための、基本的な考え方、を示すもの。そして区政の基本的な指針です。現基本構想の将来像は、共に作り未来につなぐ、ときめきの町、 人と水と緑の美しい、ふるさと帰宅です。現構想の将来像には、新しい魅力の創造、尊重し合う、生き生きと暮らす、人と自然が共生、誇りと愛着、定住化などの意味が込められております。現帰宅基本構想は、平成11年6月に策定し、すでに20年以上が経過しています。この間、社会情勢は、 大きく変化しており、新たな課題への対応が求められています。区では、新たな時代に適合した区の目指すべき将来像や将来像を達成するための長期的な目標などを盛り込んだ新たな基本構想の策定に向けて、昨年10月から審議会を発足し、検討を進めてきました。この図は、新たな基本構想を策定するにあたり、 基本構想審議会の位置づけと審議会、区民、区議会、区長の相互の関係を表したものです。図の中ほどの基本構想審議会に黄色でお示しいたしました区民や帰宅に関わりのある方と区議会からの参画を得て、区長の諮問を受けて審議を行うという関係が中心です。審議会検討体制についてですが、 30名以降制で、令和5年2月までの期間で、全体会を7回、審議会のもとに設置いたします。部会も7回開催する予定です。行政分野を3つに分けまして、それぞれの分野に、部会と部会名を設け、審議を進めてきたところです。暮らし、コミュニティ、多様性を主な分野として、観光、産業、シティプロモーション、 地域など様々な分野で、帰宅らしさを押し出していきたい、部会一の躍動部会。保健、福祉、教育を主な分野として、子ども・高齢者、障害者の、誰もが自分らしく輝ける、帰宅としていきたい、部会二の輝き部会。街づくり、安全、環境を主な分野として、誰にとっても、帰宅の特性を生かした、安全、安心、 快適な生活を、享受できるよう、その空間を作り出していきたい、部会さんの創出部会に分けています。公募委員6人の、選定時の平均年齢39.8歳です。また、最年少委員は、21歳の学生で、団体から推薦いただいた方や、学識経験者にも30代がおり、帰宅の未来を検討するにあたって、非常に年代が若い方から、 団体から推薦いただいた方の中には、70代の方もおりますので、幅広い年代の委員構成です。学識委員については、帰宅の計画策定や、お示しした分野の会議の委員歴があるなど、帰宅を熟知している大学教授を選定しました。審議会での検討のプロセスですが、令和3年10月、11月に審議会の全大会を開催し、審議会で、 基本構想を検討するにあたって参考としていただくため、帰宅の概要、人口推計、区民意識移行調査、各種アンケートの調査、などの結果を報告しました。11月から4月は、分野ごとに3つの部会に分かれて、部会ごとに5回、計15回の部会を開催いたしました。現行計画に基づく、施策の実績や成果、 区を取り巻く環境の変化、区の現状、今後の課題と対応の方向性を整理した次のページの政策単位の検討シートにて各分野の20年後の望ましい姿を部会に分かれて検討を進めてきました。政策検討シートです。0時で産業振興分野をお示ししております。審議会部会ではこちらのシートを説明する前に それぞれの分野のイメージ、将来この分野において、帰宅がこうなってほしいという思いなどを、委員間で共有した後、事務局から、シートを説明、その後、一番下の赤枠の、20年後のあるべき姿、将来像について改めて、発言いただく形で、議論を深めました。部会終了後、審議会委員の、意見を取りまとめ、 分野ごとの20年後の望ましい姿を各部会でまとめたところです。こちらは産業振興の分野の意見の一部ですが、ベンチャー精神あふれる地域、企業支援、後継者不足、企業努力への後押し、新しい技術革新、賑わいのある商店街など、20年後の望ましい姿は主書き部分を意識して作成しています。審議会部会で、 いただいた意見や政策検討シートでお示しした社会、国、東京都の動きや区の施策の方向性などをもとに導き出したこちらが産業振興分野の20年後の望ましい姿です週書き部分が審議会部会でいただいた意見を参考にした言葉や文章です後ほどお示しする中間まとめではこの望ましい姿を 実現するための基本的な考え方を示しています各政策の望ましい姿についても同様な手法で20年後の望ましい姿を導き出しています 区政運営についてです。こちらは、他の政策と違い、政策検討シートに基づいて、意見をいただいてはおりませんが、審議会や部会でいただきました、区政運営に関わる、意見の抜粋です。主書きで示した住民参加、関係人口、公民連携などの多様な主体との連携、情報の発信、公共施設全般の維持管理、人材育成、 デジタル化についてなどさまざまご意見をいただきました。区政運営部分についてはこれらの意見も参考に中間まとめを作成しています。5月の第3回審議会において各部会で導き出した分野ごとの20年後の望ましい姿や中間まとめの素案について検討し6月の第4回の審議会全体会を経て審議会で 中間まとめを完成したところです。ここからは、資料1の中間まとめもご覧ください。基本構想の案は、審議会からの答申に基づき、来年度を作成しますが、中間まとめは、基本構想の定裁を考え、まとめており、基本構想の案の案、という位置づけです。資料1の目次の通り、1、の背景と目的、2、 の基本的な考え方など7つで構成しておりまして、全体の構成については、現構想を参考としています。また簡易で、わかりやすい言葉や、文章になることを意識して、作成しています。資料1の1ページに、示したように、中間まとめ段階では、文章はすべて過剰書きとしました。理由としては、単元に、何項目あるかが、 客観的にわかることや、一つ一つの文章が長くないかなど、文章をしっかり精査できるからです。まず、1ページ、1、の、背景と目的の、文章作成の考え方ですが、現基本構想策定後の、帰宅を取り巻く、社会経済動向の変化と、帰宅への影響の最新動向を、整理しています。1ページの、過剰書きの3つ目。 新たな技術の活用は、暮らしを支え、今後も生活に彩りを、与えてくれること。過剰書きの五つ目の、人口減少や少子高齢化は、経済規模の縮小、財政圧迫、雇用や労働環境による、生活への影響。地域コミュニティの、活力の低下など、も懸念されること。過剰書きの六つ目は、気候変動による、台風の大型化、 豪雨、国書、脱炭素への取り組み、首都直下地震への対応。過剰書きの7つ目は、新型コロナウイルスの流行により、生活様式、価値観が大きく変化したことを記載しています。こういった変化に、対応するため、新しい基本構想が必要であることを、過剰書きの8つ目以降で、記載しています。過剰書きの8つ目は、 将来の予測が困難な時代においても持続可能な街にするための政運営が必要であること。過剰書きの9つ目は将来像の共有、そして誰もが暮らしやすく、誰一人取り残さない帰宅を作り上げていくことが不可欠であることを記載しています。過剰書きの最後でより一層住みよい魅力ある街となるよう新たな基本構想を策定し、 今後の帰宅が目指すべき姿を定めます。この文章で結んでおります。中間まとめの2ページです。2、1の意義と役割の文章作成の考え方ですが、意義と役割の考え方は普遍ということで、記載した4つのフレーズは、前回の構想、昭和56年、資料2の3ページでもご紹介いたしましたが、 現構層でも使われており、若干、時代の変化に、合わせた表現に、しているものの、新基本構想でも踏襲しています。一つ目の、区民徳が共に達成すべき、帰宅の将来の目標を明らかにするとともに、目標を達成するための、基本的な考え方を示したもの。二つ目の、区政の基本的指針、であるだけでなく、国、 その他の公共団体などが、帰宅に関連する計画の策定や、事業の実施にあたって、尊重すべきもの。三つ目の、区民と区が共同して、達成することが、前提であること。四つ目の、帰宅に居住する人だけでなく、帰宅で働き、学び、憩い、活動する人、団体、事業者なども、広い意味での区民として、含むものとすること。 この4つです。2の将来人口の見通し、文章作成の考え方ですが、将来人口に基づき、人口規模にあった行政サービスを展開するために、新たな将来像を導き出すことが前提となるため、見通しのみを記載しています。2040年時点の帰宅の人口は、現在の人口規模と同程度になる見通しです。 3の目標年次と推進のための計画ですが、令和22-2040年頃を目標年次とし、構想の位置づけを対外的に分かりやすく示すため、簡単な体系図を作成しています。中間まとめは3ページです。理念の文章作成の考え方についてですが、現基本構想の理念の平和と人権の尊重、 区民自治の実現、環境共生都市の実現の3項目の基本的な考え方は、普遍ですが、時代の変化に対応した。表現とすることに留意し、項目名と説明文を作成しています。1の理念は、平和と人権の尊重を、平和と人権、多様性を尊重する街づくりへ変更しています。ここでは、特に資料1の中間まとめの、 1>, 1の2つ目の箇条書きで、多様性を意識した文章を作成しています。このページでは、中間まとめと同じ文章を示しています。2は、区民自治の実現を、区民による主体的なちづくりへ変更しています。この理念は、内容自体に大きな変更はありませんが、区民自治という言葉が最近使われていない言葉のため、 わかりやすい表記へ変更しています。3の理念は、環境共生都市の実現を持続的な発展が可能なまちづくりへ変更しています。現行の理念は、自然環境を特に意識した理念としていますが、地域環境や地球環境に加え、新たな理念では SDGs の考え方を資料1の中間まとめの3の3つ目の箇条書きで、 特に意識して作成しています。中間まとめの4ページです。将来像の文章作成の考え方ですが、将来像の作成にあたっては、アンケートやワークショップの帰宅のイメージ、帰宅の将来像で多数の意見を占めた。便利、住みやすい、活気、賑わい、自然、緑、安全、安心というワードを意識して文章を作成しています。 また、審議会部会の中では、つながり、コミュニティ、というワードを多くの委員から意見としていただきました。これらのワードも意識して文章を作成しています。アンケートやワークショップなどについても簡単に紹介いたします。資料左の縦軸が質問項目で、帰宅のイメージ、帰宅の将来像、 帰宅の将来像のキーワード自由記述。横軸で示した上記4つの調査結果をまとめた資料です。便利、住みやすい、自然、災害に強い、治安が良い、といったワードを含んだ回答が非常に多い結果となりました。以降は、小学生、中学生、高校生、区民のワークショップについてです。それぞれ、帰宅の好きなところ、 20年後の帰宅のキャッチフレーズ、などの意見を抜粋した資料です。小学生との、癖用話し合う会は、区立の小学校13校より、小学5年生、6年生36名が参加していただきました。区立の中学生7校13名が参加した中学生モニターです。こちらは、夏休みに本来3回で、実施することを予定していましたが、 昨年夏の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、秋に1回のみ開催しました。区内の高校に通う高校生、5校、12名が参加した、高校生ワークショップです。高校生ワークショップについては、オンラインで開催しました。区民ワークショップは、対象を区民意識移行調査の、対象者等とし、第1回はオンラインで、第2回、 3回は対面で開催しました。区民ワークショップで意見をいただきました、帰宅の好きなところなどです。こちらは4つのワークショップをまとめた資料です。帰宅の好きなところ、20年後の帰宅のキャッチフレーズや将来像は、先ほどのアンケート調査結果同様、活気、自然、生活しやすい、治安が良い、などの意見を多数いただきました。 アンケートやワークショップの結果や審議会での意見に基づき新たな将来像を導き出したところです。現基本構想の将来像は新しい魅力の創造、尊重し合う誇りと愛着定住化などの意味が込められていると冒頭で説明しました。これらのキーワードも踏まえつつ今回作成した将来像の新たな視点ですが 町に主体的に関わりたい、と思う人が増える、シビックプライド、の考え方。彩り、というワードで、多様性を意識し、人と町が、躍動していくこと、そして、言葉としての新鮮さはありませんが、安全、安心という、現将来像にないワードも、盛り込んでいる将来像や、説明文を作成しています。将来像の、共に作る、 誰もが住みよい、彩り豊かな躍動する街、ですが、共に作るは。資料1の中間まとめの4ページの将来像の下の過剰書きをご覧ください。一つ目の文章の、人々が認め合い、支え合い、成長し合うことで、コミュニティを、共に作る、で表現しています。また、過剰書きの二つ目の文章の、歴史や文化、 新たな価値、賑わい、活力、もともに作る、で表現しています。将来像の、誰もが住みよいは、過剰書きの三つ目の文章の、利便性とともに、各種のアンケート調査などで、帰宅のイメージや将来像で、最も多くの意見を占めました、住みやすさや暮らしやすさ、を三行目の、誰もが住みやすさや、暮らしやすさを、感じられる街、 で表現しています。将来像の、彩り豊かな躍動する街は、過条書きの四つ目の、二行目の、彩り豊かな人と街で、多様性、国際色豊かな人、自然豊かな街、雇用、健康、子育てなど豊かに暮らせる街、をイメージしており、また同じく二行目の、躍動するは、人と街帰宅全体が将来に向けて、力に溢れ、 生き生きと活動している様をイメージしています。中間まとめの5ページから10ページです。審議会の3つの部会単位で検討した分野について基本目標を掲げ、その目標を端的に説明する文章を目標の下に作成しています。基本目標を達成するための基本的な考え方は各目標の下へ列記しておりますが、 先ほど説明した審議会部会で導き出しました各分野の20年後の望ましい姿を受けて、その望ましい姿を達成するための基本的な考え方を記載しています。なお、具体的な施策については全て基本計画で定めることとし、構想では基本目標を達成するための大きな考え方を明記していきます。 資料1の中間まとめの5ページの基本目標1多様なつながりが織りなす賑わいと活力にあふれた街基本目標の下の概要文と同じ文章をお示していますが概要文では多様性コミュニティ産業観光文化などの賑わいや活力7ページの基本目標に世代を超えて互いに成長し自分らしく輝き 健やかに暮らせる街。概要文では、子供から高齢者が、世代を超えて、認め合い、支え合い、成長し、自分らしく輝き。9ページの基本目標3、安全、安心で、快適に暮らし続けられる、人と自然が調和した街。アンケートやワークショップで、将来像として、多くの意見をいただきました、災害への強さや、 暮らし続けられるで、持続可能な、をイメージしております。中間まとめは、11ページ、12ページです。癖運営の、文章作成の、考え方ですが、癖運営については、各部会で意見としていただきました。住民参加、関係人口、公民連携、情報発信、人材育成、デジタル化、などのワードも意識して、 4つの中項目ごとに文章を作成しています。まず、資料1の11ページの1の区民との連携、共同の推進の過剰書きの1つ目は関係人口も含んだ連携、共同や公民連携について。過剰書きの2つ目は情報発信や区民参画について、過剰書きの3つ目は友好都市や他の自治体との広域的な連携、 について記載しています。次に、2の未来につなぐ、持続可能な、行財政運営の、過剰書きの一つ目は、財政運営、行政運営について、過剰書きの二つ目は、公共施設の縮減だけでなく、利活用も探る取り組みである、ファシリティマネジメントなどについて、記載しています。次に、3の区民から信頼される、職員の育成、 確保と柔軟な執行体制の過剰書きの一つ目、二つ目には職員育成や外部人材の活用について12ページの上から二つ目の過剰書きではパンデミックなどの危機管理対応について記載しています最後に4のデジタル化による利便性の高い行政サービスの提供の過剰書きの一つ目では AI などのテクノロジーを活用した行政サービスついて箇条書きの二つ目ではデジタル社会の構築について記載しています。中間まとめの13ページです。理念、将来像、基本目標、政運営の位置づけが文章だけではわかりづらいため基本構想の全体像を作成しています。全体像の作成の 考え方ですが、基本構想全体を貫く根本的な考え方である理念はどの目標を達成するためにも必須の考え方であるため将来像基本目標クセ運営を理念で全体を包んでおりますまた将来像を基本目標とクセ運営で達成するため将来像を支えるイメージで 全体像を作成しています。そして、基本目標がひし形、丸、四角の様々な形であることで、多様性を意識しています。こちらは、現基本構想と、新基本構想の比較です。後ほど、参考にご覧ください。資料1の中間まとめについては、以上です。基本構想中間まとめについて、 7月20日から8月22日までパブリックコメントにて意見を募集しております。本、中間まとめに関する意見がありましたら8月22日までにホームページ、郵送、ファックスもしくは帰宅企画課への持参によりご意見をお寄せください。今後の審議会のスケジュールです。審議会では9月以降 基本計画に盛り込むべき施策のあり方を検討していき、令和5年2月に基本構想と基本計画に盛り込むべき施策のあり方について答申を受ける予定です。新たな基本構想策定に向けた経過やスケジュールです。先ほど審議会のプロセスについては説明いたしましたが、町内においては令和2年10月から 課長級でのワーキンググループから検討をスタートさせ、審議会へ諮る資料については、町内課長級の幹事会、町内部長級の検討委員会で議論、共有してきました。令和3年度は、先ほどご紹介しましたアンケート、ワークショップなどを実施するとともに、令和3年10月に審議会を設置。本日ご説明しました。 令和4年6月に中間まとめが完成し、そして令和5年2月に審議会の答申を受ける想定で考えております。令和5年の第3回区議会定例会にて議決をいただき、来年の10月に新しい基本構想を策定する予定です。帰宅基本構想中間まとめについて説明いたしました。ご清聴いただき、 ありがとうございました。